皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改元心のヒント集は有言実行の人というお話をしたいと思います。ですね、私の座右の銘は一期一会です。これはそうですね、高校生ぐらいの時からずっと変わってないかな、座右の銘っていうことで、やっぱり一度その時会った人の出会いをね大事にするっていうことでずっとやってます。で、一期一会のちょっとニュアンスとは違うんですけど、もう一つ私すごく大事にしてることがあって、それが有言実行っていうことですね。自分で言って当然実行するっていうことで、これは自分との約束をもちろん守るっていうこともあるし、その自分との約束を守るために、他人にというか皆さんに宣言することによってどうにかするっていう、そういう部分もあったりするので、有言実行って案外たやすいように聞こえるかもしれないですけど、たやすくはないですね、結構ね。でもそれをやっぱりきちんと一個一個こなすことによって、すごく私自身も信頼してもらってますし、だいたい言ったことは実現できてるので、そういう意味での信頼感っていうのも出てると思うんですよね。で、今回本がちょうどこの動画を撮ってる時っていうのが2冊目の本が出版される契約をした後だったんですけれども、1冊目が終わって、もちろん私はそうですね、5冊ぐらいの構想のイメージがあって、ちょっと遅れちゃってるんですけど、年に1冊書いていくぐらいのペース、1年半になっちゃいますけどね、今回ね、それぐらいの感じのイメージで構想とかはあったりしているんですよね、出版計画っていうか。で、当然それが必ず商業出版に乗るかっていうのはこれまた別問題で、時事のテーマ、出版社が求める出したいもの、収益性がなければ合致しないわけで、とにかく1冊目を私はやりきらなくては2冊目はないと思っていたので、1冊目は初めてのもちろん出版ではありました、商業出版は。でも私のコンサルタントからも、こういう手法でっていうのを聞いてるのを、100% 全部は時間が足りなくてできてなかったのもありますけれども、ほぼほぼやりきって、実際にベストセラーになり、実際に3釣りまで行き、今でもまだ1位とか2位とかを10位内をずっといてるような、そういう本でやれてるっていう状態で、2作目の企画が通ったっていうことで、本を出すっていうのは決めていたし、2作目も出すっていうのは決めていたので、当然それは構想と妄想とともに、周りの人、特に私のねクライアントには、今年は本を出すっていうふうにまた決めていて発言しておりました。で、特に私は1月の年頭にですね、神田正則さんが考案している、思考を現実化をするストーリーを作っていくフューチャーマッピングっていうのを、使って実際に書いていったりとか、5次元思考っていうところの、思考を使って未来を作るっていう、ルノルマンカードっていう、この両方をコンバインしたものを使って、新年の念頭にこう書いてるわけですよね、今年の目標。だからちょっとね、超現実味があるっていう、そういう文字で起こすんじゃなくて、感覚と脳と感性を使いながらやっていくって、私両方からアプローチする人なので、それでフューチャーマッピングでね、目標を立てた時にちょうどドンピシャですね、6月に2作目の出版が決まるっていうことを書いてましたので、決まるわけです。でも決まると書いているからっていう部分ももちろんあると思うんですけれども、企画書を当然出さないと出版が決まらないわけで、企画書は5月の沖縄の出張&プライベートがくっついちゃってる旅行なんですけどね、ここで起こしてるわけです。で、それが通って、そして6月契約ということで、そこもだいたい言った通りな感じになってる。なので、思考が現実化っていうのは、ある意味もちろんそういうのをインプットするっていうところですね。自分の中でそうなんだって決めるから、それに必要な準備、何をするべきかっていうのが自分で理解できるようになるので、そういう意味では思考現実化っていうのは確かにそうなんだろうっていうふうにね思ったりするんですよ。
で、それを自覚した時に有言実行っていうことは、実行しなくては当然何も成果として得るものがないので、まあ、人に言うことでね、約束をする、コミットメントをするっていうことで、まあ、実行しているわけで、私もこちら の動画を今すごい本数を上げる動画祭り月間と自分で呼び、実際に実行しているわけなんですけども、自分との約束っていうのが多分一番しんどくって、自分のことは後回しにしてしまうと、その約束は守れない状態を作りやすいんですよね。だけどまあ、そういうふうにやるぞとわざわざ私は宣言をして、そしてやっているわけで、そして実行するっていうことで、だから、まあ、背中を見て信じてやっていってもらうっていう、背中を見せることで頑張るタイプですかね、私のやり方は。なので有言実行っていうのは難しい分人にも信頼してもらえるし、しのごの口でいろいろ言うよりはもうやってる姿そのものが、信頼と実績っていう部分に結びついていくんじゃないのかなと思います。だから教室も、自分の教室がどんなに素敵とかなんとかってホームページで言っても、それに見合う活動と行動しているか、あとは生徒さんですね、実際に来ているお客様からどれだけ評価されているかっていう声の方が、まあ、百聞は一見にしかずじゃないんですけれども、自分で喋るより人に語ってもらう方が多分成果と効果は多いと思います。だからまずは自分が動く、そしてやると決めたことはやるっていう、このシンプルなことができるかできないかっていうのも、実は教室の魅力につながっていくところもあります。ずるずると約束を守れない、自分とのですよ、約束を守れない教室ってやっぱりそういうふうにずるずるいく傾向があるなっていうのは、何個も教室を見てきて思っています。なのでご自身の教室は今どういう状態なのか、これを今一度チェックしてみるのもいいかもしれません。それでは。